松田一家のドアはいつも開けっぱなし。さあ、今回も始まりました、松田一家のドアはいつも開けっぱなし。よっよ、本日も素敵なパーソナリティをご紹介しましょう。お願いします。まずはこの方。はい、はい、基本角の席が好きです。狭いところも好きだな。要です。はい、そしてこの人。はい、諦めるって言葉は辞書にはない。もう一回言っていい。諦めるなんて言葉は俺の辞書にはない。五大名のタケルです。諦めないで。頑張った。そして私チームタケの松岡修造こと炎の妖精白金だ。もっと熱くなれよ。うるせえな、ほんと。ほんとうるさい。はい、この番組は松田一家に集まる若手アーティストが週替わりでお送りするラジオ番組だ。はい、俺たちの他にも4組の個性あふれるみんなで毎週金曜日にお送りしておりますので、聞き逃さないようにな。オッケー、ということでまずはこのコーナー行ってみよう。なんでしょう。白金式、あの子のハートも待ちかみ。待て。なんすかじゃないよ。早いでしょ、その企画やるの。そうでしょ。まずはこのコーナーから始めないと。いくよ、松田一家の一日一デー。こちらでございますよ。ね、それやらないとでしょ。そうだね。ラジオ始まんないから。そう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 。うん、はい、今回、うん、あります？誰かいいことした人いますか？どうか。後ろはなんかある？またはい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 、食べ物を分け与えた。分け与えた。ほんとなんか言いたい。どういう上から。あげたとかじゃなくて。分け与えたんですよ。与えてくださったんですよ、金目様が。普段ね、そんな与えないとこしないからね。絶対しないですからね。絶対しないでしょ。間違いない。それがしたってことでいい話だときっと。じゃあ聞いてみましょう。どんな感じだ。これね、まあ、分け与えたって言いますけれどもね。結構ね、意外と可愛いことなんですよ、これ。可愛いことなんですよ。はい、私ですね、もうこの時期暑くなるじゃないですか。そうですね。でも夕方になると結構過ごしやすい日もあったりするわけじゃないですか。まあそういう日が落ちた時。はいはいはい。まあそういう時にですね、私よく公園で黄昏れているわけですよ。え、どうした黄昏れてるってどういうこと。家に、家はあんまり居心地が良くないっていうこと。なんかわかんないけど、俺ズキッとするんだよ。そんなことないよ。大丈夫か、話聞きましょうか。いや、だから人生に疲れたとかそういうことじゃないからね。大丈夫、大丈夫。違うよ。いっぱい仲間いますから。大丈夫。そんな心配しなくて大丈夫だよ。じゃあ話を続けてください。ただ単にその公園でぼーっとしてるのが好きなんですよ。風吹いたりとかで過ごしやすいし。まあそうですね。あーみたいな感じでやってるのが。田舎のおじいちゃんみたいな。発想がその辺だよね、ほんとね。まあまあ、それでですね。まあよく行く公園があるんですけど。はいはい。まあそこにね、猫がいっぱいいるわけなんですよ。いいね、猫。にゃにゃと。にゃにゃと。泣いてると。何が面白い。何が面白い。何か。別にあんな気にしないでください。なんか考えた、今。なんか考えたの。ちょっといやらしいなと。何もいやらしい。いやらしくないね。いやらしくない。本当にないから。そうだよね。本当やめよう。そうだよね。あきあき。松田さんの顔見てる。気になってるから。本当に、あれをカーグラみたいに踏み渡すから。やめてください。やめてください。縛りと。ポテトとか縛りやしか言えないみたいな。縛りプレイやめてください。本当そういうダメなんです。処置をせざるを得なくなるから。そうだよね。そうだよね。下ネタ1回につき風味1枚。全然下ネタじゃねえから別に。今後の話。今後ね。わかりました。戻っていいですか。猫が。猫ね。まあね、私やっぱね、猫が好きなんでね、触りたいわけです。猫が好き。はい。やめろ、いちいち拾うのはやめろ。猫が好きって進まねえから。やめろ、気にしないでください。どうぞ。まあそれでですね、まあなんか餌とかあげたらなんか寄ってきてくれるかなっていうのが。なるほど。あ、それでそう、公園で黄昏れて、いつも来る猫が一緒なんでね。はい、だからおいっつって
餌をね、はい、食べろっつって、あげます。A じゃなくて、実は A じゃなくて、食べろ。寄ってくるんですか、寄ってきてくれるんですか。一応ね、警戒はしながら寄ってくるんだけど、まあ、餌を取った瞬間に逃げるっていう。ああ、まあそうですよね。まあ普通はそうですよね。うん、で、それからしばらくするとまた戻ってくる。ほら。やっぱ気にはなってるわけですね。そう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 。かなめさんはどっちかというと猫派なんですか。猫派ですね。へえ。タカヤ君はじゃあ。俺犬派。犬派なんだけど。猫も好きだけどね。忠誠を誓ってほしい。え、そういうわけではない。なるほど。ああ、なるほどなるほど。白何どっち。俺はほらあのほら白金はほら、うん、あの虎だから虎派かな。やめよこの空気こういう空気出すの。なんかね残念なんでだよ狙ったのおいかもしんないけどまあいいやもう、まあ、でもとにかく要様がですよ、はい、食べ物を分け与えた与えてあげたということですね、はい、これ素晴らしいことですから、はい、また何かあったらこのコーナーで行っていきましょうという、はい、はい、以上1日1年のコーナーでございました。しゃあ、はい、それじゃあ今度こそねこのコーナー行きましょう、まあ、待ってました。はい、はい、チーム竹プレゼンツ、はい、白金式あの子のハートもわしづかみ変幻自在褒め倒し選手権。いやー待ってました、これですよこれ、このコーナーは日頃の職場や学校で気になるあの人を見つけた時、はい、声をかけて好きあらばお近づきになりたいというゲス極まりなくカス人間のために救いの手を差し伸べてやってやらんこともないとっとても素敵なコーナーでございますよ。はい、あの本当にね、口割り声でっけえ。本当に気合い入れてます、ね。気合い入れてます。でも一回噛んじゃってますから。絡まって絡まったもんね。あの冒頭でね。この悪く言うのちょっと美味しいとか思ってるじゃん。思ってるんですよね。ちょっといや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 。汚い野郎だよ。面白いと思ってるでしょ。言葉遣いもね。言葉遣いね。で逆に今度はめちゃくちゃ綺麗な言葉ならあのちょっと辞書引かないで。辞書引かないで。私は。私どもがっていうような感じでルールを説明します。はい、OK です。ルール説明します。お願いします。はい、じゃあ今回もざっくり説明しますとですね、はい、まず相手の名前を呼びます、はい、そして何かしら一つ褒めます、はい、そして最後にとどめの一言を言ってもらいまーす、はい、これこれこれっていうね、はい、ルール説明ありがとうございます。本当にざっくり、うん、はい、ということで今回もですね、はい、ちょっととある縛りをですね、はい、縛りプレイを加えたいと思いまーす。さっき嫌だって言ったしね。まあいいや、まあそう、一発入れていきましょう縛りを。自由すぎるとね、うん、逆にねちょっとやりづらいかなと思いますね、うん、まあ、そうね、うん、はい、今回はですね、冒頭にも私やりました、まあ、はい、ほらほら炎の妖精ってね、ほら、私炎の妖精白金ですから、はい、今回は情熱的にね褒めてもらおうかなと。ほう、なるほど。思いますよ。情熱的に。だから今日やったらといつもよりテンション高い。そこまでの。あれはもうね、今回情熱的に褒めてもらおうかなと思っておりまして、はい、最後はですね、はい、まあいつものごとく、はい、一番セリフ、グッとくるセリフをね、ほざけやがった豚野郎にですね、我が一家の、我が一家のドン、松田皇帝陛下殿にですね、もう一番良かった人をね選んでもらうわけだ。ちょっと待ってよ、本当に僕らがもう本当に低いレベルじゃない。本当に我々ほら豚野郎ですよね。豚野郎、そこはもう100歩譲っていいんだけど、はい、100歩譲ってよ、松田さんの位がどんどん高くなってどうしたのこれ。今回皇帝陛下殿で最初ボスドン松田だったじゃん。まあ、どん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 上がっていくよ。それはね、僕らの階がどんどん下がっていってるから、ボスは別に変わってないから。あ、そうなんだ。そうそう。だから豚野郎から見たら、ボスはもう皇帝陛下っていう。そういうこと。別に変わってないから。俺らが下がってきてるだけだからね。分かった分かった。そうそう。だから豚野郎なりに頑張って、情熱的に。どんどん上がっていくから。頑張りましょう。人になろうと。了解しました。ブーブーやってやろうじゃないか。はい。と。じゃあ、早速移りますか。そうですね、はい、それでは褒め倒し選手権スタートでーす。イエーイ、行きましょう。誰から行きますか。いや、もうここは炎の妖精、はい、炎の妖精が情熱的な見本を分かりました。バシッと。じゃあもう情熱的にっていうのはね、どういう風に言うのかっていうのをね、はい、そう、私苦手だからね。そうですよね、金子さんちょっと情熱的とかよく分からない。情熱ちょっと可愛くなっちゃったですよ、ね、これあの今1回ですから、今1回です。じゃあマイナス1です。本番、はい、ここから始まりますから。情熱的とかよく分からないからね。じゃあ私がじゃあ最初に情熱的だっていうものをね、見本をね見せてください。聞かせてやりたいと思います。じゃあスタートの映像、じゃあタケル君よろしくお願いします。あ、わかりました。じゃあ行きますよ。白金の褒め倒しまで3、2、1、9。あやなしの神楽。悔しいが、お前はいつもその自由で柔軟な発想力と表現力で人々を楽しませてくれるじゃねえか。そんなお前なら、いつか絶対、あの五大名を超越する勇者になれるぜ。いろいろな意味で。
はい。だからこの空気やめようって言ってんじゃん。なんで別におかしくねえだろ別に。いいだろうか別に。なんか今日白出るねこれね。いいじゃん。ちょっと待って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 。え、五代目はまだ上なんだ。五代目はね、まだ、ほら、カグラは、ほら、あの、五代目をまだ倒せないからね。うん、まあそうかもしんない。まあでもいつかもう時間の問題ですよ、このままだと。じゃあまあ確かに、ちょっと脅威を感じてますけど。はい、亀井は、なんで亀井田足してそうで。亀井田はどっちなの？亀井田はそうね、うん、まだまあ、カグラちゃんにはかなわない。かなわない。あ、そう。ほら、あの、地道にこう上がっていくのが亀井田だから。あ、まあまあまあ、そうね。そうそう。だんだんこう登っていくのが亀井田なので。茨の道だしね。そうだね、うん。もうやればできるって言ってるのでね。そうそうそう、まあ、いつかはね。下積み中ってことだよね。下積み中でまだあの、カグラの方が先輩。そうだね。なるほど。そうね、先に綾嵐の方がスタートしてるから、ね。まだね、あの、血を舐めてる状態で。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい、ということで、続いては？じゃあ、俺いきます。なるほど。じゃあ、あの、スタートの合図、じゃあ、要様。はい。お願いしますね。やらせていただきますよ。はい。はい。それでは、たけるくんの褒め倒しまで、3、2、1、9。熱い！俺のこの胸を、どんどんと熱くしてくれる、シロの歌！今後もどんどん、いい歌見つけてくれよな！なるほど。なるほどね。もう一回行く？行かない行かない行かない。いやいや、俺の熱い思い伝わんな。すごい熱かったよ。そうでしょ？なんかもうね、ちょっと汗ばんできてるもん、今。もう結構ある。いろんな。汗めっちゃ汗かいてる。熱い。俺、いろんな。熱いっていうかね、熱苦しい。熱苦しい。それもあるし、なんか俺、変な汗も出てる。なるほどね。これが本番ってやつ、ね、そうですね。じゃあ最後はね、もう今まで散々こう優勝してきてるね。チャンピオンの力。の力をね、情熱苦手なかな。いやいや、情熱にもね、いろんな情熱がありますから。そうですね。ね、要様の情熱的を、はい、ここで見せていただきましょう。はい、ということで、じゃあ行きますよ、要様。はい。それでは、要様の褒め倒しまで、3、2、1、9。リカちゃん、君の笑顔はとても可愛い。だがな、それだけじゃないぞ。君の食べ物に対する執念。それは、言葉にするなら、も、の、の、ふ、だ。なんだこれ。なんだ最後。もののふだって言ったの。褒めてんのこれ。おや、まあまあ、リカちゃんはね。褒めてます。これはもう食に対するちょっと執念すごい、ね。まあ確かにね。ね、メロンパンとかね。メロンパン、ね、そうね。歌いながら食っちゃう。ステージの上で物を食べるって、ないぜ、そうそう。しかもパッサパッサ、ね。パッサパッサしたものね。喉乾くもんね。いつも歌い終わったら飲み行ってんからね。まあね。まあでもそんぐらいほら。ちゃんと食べてますよ。ね。すごいよね、うん。まあそれをね、情熱的に言う。言ったってことですからね。なるほど。この熱い思い、誰が一番なのかっていうのが、はい、3つ揃いましたが、はい、今回はなー厳しいなー。いや結構熱い一言だったからね。今いい勝負ですから。熱さだったらね、負けてるよ。たけるくんには負けた。僕は熱苦しいわ、まあ、いろんな意味でね。まあ最後はね、ドン松田皇帝陛下様にですね、はい、本日のベスト褒め台詞を決めていただきましょう、はい、ということで、皇帝陛下誰が、今回は一番良かったですか？ありがとう、今日の言葉を！ダガ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 ダン！うわ！白！マジで白か！わあ、ついに第一勝！本日のベスト褒め台詞は私、白金でした！イエーイ！白金初勝利！ついに要さんを破れたり負けたやっぱね、情熱的って言うんだね、うん、こういうことなんですよ。こういうことだったわけだ。こういうことなんですよ。なるほど、いい見本を見させてもらいました。はい、ということで、ラジオを聞いてくださっているリスナーの方々、はい、皆さんは誰のセリフが一番グッと心に響きましたか、うん、今回やった企画の感想ややってもらいたい企画など皆様からのメールをどしどしお待ちしております。はい、宛先はこちら matuda-ikka@atosuta.com 松田-一家@atosta.com。 はい、もちろん我々チーム宴への質問や応援メッセージなどなど大歓迎でございます。たくさんのお便りをお待ちしております。そして我々チーム宴は細々とアメブロというやつをやっております。その名もパラサイトユニットチーム宴のパーリナー。はい、気になった方はこちらまで s.amebro.jp/parasaitoteamutage/parasaitechemuutage まで。はい、他にも各メンバーのツイッターなどの SNS、
こちらもいろいろやってますのでぜひチェックしてみてくださいませ。はい、はい、それでは今回のラジオはここまで。はい、お相手は優勝した、はい、いやもうバッチリですよ。白ももうバッチリですよ。はい、次回も頑張りましょう。次は次は負けね。そうです、はい、はい、ではお相手はチームタゲの要白金、そして五大名のタケルがお送りいたしました。それではまた、バイバイ。